はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターフォースポケット始めていきましょう。今回ですが、片方向コライスまだ放牧を行ってますね。2週ぐらい休ませて、サツキ賞の週ですね。先日の話なのですが、春天かな。うん、そうそう、立て足を測らないといけないのと、残りの週がないんですよね。パンだ。美味しいパン。何か用ですか？天皇賞春かビクトリアマイルか、どっちでもいいんですけど、メンバーは、オルフェーブルがいるおか、まあ、確率に取っていくんだったらこっちですね。とアパパに乗ってるよね。浜中くん初めて試そうか。スパンです。大根ですね。大根はこれです。馬体重はベストは512で変わりません。勝負根性が S になりました。ション大根でいきましょう。これでいい状態で出せるでしょう。残り11周です。これ勝ってあれ勝てば、WBC 勝てば、1000枚行くんですけどね。1万枚か。2番人気は何だろう。アパパネだが無印なんだ。結構びっくりですね。アパパネ調子悪いのかな。なんか動きがおかしいな。とオールザットジャズ、丸がついてるのはホエールキャプチャー、レディー・アルバローザ、クイズバーンですね。この辺がちょっと不気味。この辺の副賞を買っときましょうか。キャプチャー8番。9番の副賞ですね。9番と、あと11番、アニメートバイオか。
11番これで140枚、馬券を副賞の馬券を買いました。さあ、アパパネはなんか無印は結構深かったですね。宇宙のマイルで繰り広げられるマイル女王決定戦ビクトリアマイルのスタートです。スタートを切りました。12頭ちょっと出遅れたんでしょうか。10番ワイデイサベル、それから11番クイーンズバーン、果たして先頭に行くのは。ドナウブルーが先手を取ります。これを追って8番ホエールキャプチャであります。それからクイーンズバーン、レディアルバローザ、それから3番アニメットバイオ、そして6番手に12番京和ジャンヌでやります。その後ろ3馬身くらいあってオールドットジャズ。まもなく第3コーナー、今日こそは勝利をものにしたい。カタノトルコライスと浜中騎手、そして内からは1番君のイマージン、外を通ってアパパネ、10番マイネイサベル、内を通りまして4番マルセリーナ、依然先頭ドナウブルー。春の府中で牝馬の熱い戦い、いよいよここからが正念場です。カタノトルコライス直線伸びてくるのかどうか。ドナウブルーが抜け出した。クイーンズバーンが3番手、レディアルバローザが間から来ている。レディアルバローザが差を詰めてきた。抜けた抜けた。9番レディアルバローザ、ムチが飛んだ。浜中とカタノトルコライス、足色がいい。カタノトルコライス捉えるか、外を通ってカタノトルコライスがそのまま粘れるか。レディアルバローザ外からカタノトルコライス、1着9番レディアルバローザ、1番人気のカタノトルコライスが2着。なんでしょうね。まあ副賞は稼いだんですが、レースを終えた馬が戻ってきました。クエストを達成しました。宝塚ですね、出すならば。ちょっと待って、放牧。ところで優秀ですか。魅力的ですね。適正な馬体重です。いい感じですね。ご存知ですか。人参調子を上げましょう。いい感じですね。さあ、宝塚に出走です。当然オールフェーブル出てきますが、ここは譲れません。何か用ですか。
馬体重調整は文句なし。1番人気です。おまた 1.2 倍の1番人気。オルフェーブル相手ですよ。ほんとかいな。おエイジンフラッシュ、オルフェーブル、湘南マイティに丸がついてますね。4戦勝ちに見放されてるだけに、今回は勝ちたいですがね。さあ大外12番、どうこれが響くか。全国の競馬ファンの熱い視線が注がれています。宝塚記念、まもなくスタートであります。今年もあなたの、そして私の、まあ、まずまずスタートでしょう。あなたの夢は型のトルコライスかオルフェーブルか。ズバリ今年の私の夢は3歳馬ながらマウントシャスタです。注目の先行争いでありますが、ネコパンチが上がってまいりました。9番アーネストリーが追いかけます。10番ビートブラック、ついにないとジージーとしか上がらないのか。ジェナリスト、これと一緒にフルザンローリー、そしてその後ろから6番エイジンフラッシュ。さあ、7番でつけました。縦長ですが、これが1番人気のパタノタルコライス、そのうち8番マウントシャスタ、それから1番オルフェーブル、ウィンバリアシオン、外を通ってオルフェーブルが前につけましたね。さあ向こう流しに入りました。もう一度前から整理しましょう。先頭は依然として7番ネコパンチ、これを追って9番アーネストリーであります。そしてもう一頭10番ビートブラック、差が開いて5番トゥーザングローリー、その外にさあ第3コーナーですね。6番手にエイジンフラッシュであります。注目の肩のカルコライス、語り過ぎたい強さがこの馬にはあります。じゃない、1コースか。マウントシャスターがその後ろ、1番金色の馬体オルフェーブルであります。ウィンバリアシオン、それからもう一頭3番湘南マイティ、その後ろでやりましょうか。4番ルーラー、さあもうすぐ 400m。 さあこの相棒は大舞台で力を見せつけることができるのか。さあ少しずつ上がってきてますが、あ結構鋭い足。さあオルフェーブルとか湘南マイティも来た。ルーラーシップがすごいいい足だ。どうだ、届かない。勝ちました宝塚記念を。これであと2戦を WBC と、うまくいけば SWBC に焦点を合わせることになります。なるほど、かなる阪神は有利なんですね。以上のように確定しました。凱旋門賞とか行けばよかったな。おめでとうございます。キュウリというよりメロンというわけでメロンです。いい感じですね。これで放牧ですね。何か用ですか。クエストを達成しました。先日の話なのですが、ご存知ですか。はい、これで何か用ですか。残り5週となりました。次回おそらく最終回かなに、WBC 勝てば SWBC 挑戦です。いよいよ最後の戦いとなります。応援よろしくお願いいたします。G1 9勝ですね。気がつけば。ただ WBC は5回やって5回とも2着なんですよね。
6回目の正直なるかどうか、チャレンジしていきたいと思います。はい、応援よろしくお願いいたします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。またこの動画の最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されますので、お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。